慮か。幽霊、死んだ人の魂が成仏できずに姿を現したものとされる幽霊、世界最古と言われる幽霊が古代バビロニアの粘土板に描かれている。粘土板左側のあごひげを生やした男が幽霊とされ、裏面には錆形文字で人に取り付いて離さない幽霊を冥界に送る方法が刻まれている。幽霊を追い払う儀式にはまず男と女の人形を作り、男の人形に服を着せて旅支度をさせ、女の人形を四着の赤い服で着飾らせる。そして紫色の布で包み、ベッド、椅子、マット、タオル、櫛、瓶などを用意する。続いて日の出とともにビールを注ぎ、カーネリアの器や白檀を詰めた釣り香炉などを用意し、太陽神シュマシュを呼ぶ呪文を唱えながら人形を埋める。男の魂を人形に封じ、女の人形にそれを導かせ、太陽神の名のもとに土に返すという儀式だと考えられる。人形やお酒、白檀の香炉など現代の日本の家事祈祷とも共通する点が多いのも面白い。日本最古の幽霊とされている話は、日本書紀の幽略記に登場する赤馬伝説だと言われている。田辺の不比等白村という人が夜、応神天皇陵の近くを馬に乗って通りかかると、赤毛の馬に乗った人と出会った。その馬の素晴らしさは他に比べようがなく、白村が、なんとか手に入れることはできないだろうかと考えていると、その人は白村の心中を察してか、白村の馬とその赤毛の馬を交換してくれた。白村は喜んで赤毛の馬を連れ帰ったが、翌朝見るとその馬は埴輪の馬になっていた。白村は驚いて応神天皇陵まで行ってみると、並んだ埴輪の間に自分の馬がいた。白村は、昨日のあの人は幽霊であったのかと気づいたのだという。天皇の陵墓である古墳で、その古墳の主を守るために並べられた埴輪が幽霊となって現れる。なんともユーモラスな話である。どちらの話も人形や埴輪といった依り代となる物体と一緒に幽霊が登場している。古代の人々は人の魂や幽霊が依り代によって現れると考えられていたのかもしれない。江戸時代中期に石英によって描かれた蛾図百鬼夜行の幽霊では、おぼろ月の夜に墓場のしだれ柳の奥から浮き上がる女の幽霊として描かれている。頭には三角の額烏帽子をつけ、死者が着る白い着物、京片びらをまとった死に装束の姿で、寺院の彫り物が見える灯籠が立っていることから、寺に埋葬された女の幽霊が埋葬された姿そのままに現れたと推測できる。誰かを呼び止めて何かを伝えようとしているのか、天を仰いで成仏しようとしているのか定かではないが、
力なく掲げられた手と、その表情に恐ろしさはない。ちなみに、死者が額烏帽子をつける意味は諸説あるものの、閻魔様に失礼にならないように冠をつけて清掃するという意味があるのだという。そして、最初に足のない幽霊を描いたとされる丸山応挙の半言公の図である。やはり京片びらをまとっているが、額烏帽子はつけておらず、緩やかに乱れ流れた髪に、目をうつろに伏せた正気のない表情で、何か手紙でも出して伝えたいことがあるのか、右手が懐にそっと入れられている。そして、腰から足元にかけて、うっすらと徐々に透き通り、足はもう見えない。この絵を寄進した弘前藩家老森岡元憲が妻と妾を相次いで亡くし、その供養のために妾の国をモデルに応挙に書かせた可能性が高いと言われている。また応挙が足のない幽霊を描く際に参考にしたのではないかと巷で囁かれている話が中国の古事にある半言公である。この絵は先の絵師鳥山石燕の今昔百鬼周囲の半言公であるが、内容はこうである。漢の武帝が寵愛した李夫人がこの世から去ってしまったが、武帝は夫人のことを忘れられず、奉仕に半言公を焚くように命じた。すると夫人の姿がその煙の中にありありと現れた。それを見た武帝はますます悲しんで歌を詠んだ。お前なのか、悪霊か。立ち上がった姿が見えているのに、なぜこちらに来ないのか。時代や国、宗教を超えてなお信じられてきた幽霊たちは、未知の存在として恐れられる一方で、個人に再会したいと願う思いや、肉体が朽ちてもなお、滅亡しない永遠の魂の望みとして、描かれ続けてきたのではないだろうか。応挙はその煙のように現れて、煙のようにかき消えるおぼろげな幽霊を、足がないのではなく、おぼろげにかすれていく幽霊を、足の見えない形で表現したのであろう。幽霊話の中では、幽霊の足音が聞こえる話や、足だけが見える話も多いが、足にかけて薄れて滑るように移動したという話も耳にする。ただ、透き通っているという部分は、おおむね共通しているように思う。いわゆる見える人によれば、見る人の霊力の違いであるとか、幽霊自身が体を失い長くさまよった結果、自分の形を思念できずに、かすれていってしまうのではないかという。死者の魂というものは、世の中に忘れ去られ、自分が自身を忘れ去ってしまった時に、かすれて消えてゆくものなのかもしれない。